ラケットが上がってたらこっからスタートできる。これ全然違うよ。これが世界なんですよ。小2息子です。上から打つとき構えてから一度肘を下げてもう一度上げる癖があります。本人なりにリズムを取ってるんだと思いますが、直した方がいいですか？大きくなるつもりで下がる癖が治っていくものとは直らないですね。もう今のうちに直した方がいいです。あのね大好きだよ。視聴者減っちゃうよ。なんだっけもういつも言うんだけどね、俺絵心ないから描けるか分かんないんだけど、これがまあ簡単に言うと手だとしますね。ここでシャトル打ちます。ここでシャトル打つってなった時によく言うんですけど、今のパターンでいくとですね、理想はこれがゴールになりますね。ゴールがあるということは絶対どっかしらにスタートがあるんで、これをみんなめちゃくちゃ考えてほしい。このスタートで、じゃあスタート考えるのどうやって考えるの。スタートとこのね、距離が短ければ短いほどいいんですよ。だから肘が下がってない人、肘上げれる人は肘をそのまま上げるんで、スタートがここになるわけですね。スがここになるわけですよ。このまま上げてそのまま打つだけだから、だからスタートとゴールの距離が短いんですよ。だからこの下に行っちゃうとかっていうと、ここら辺が始まりますね。ここから始まってこうなんだよ。この距離の差、これね、これが起きるとどうなるか。上からシャトルが落ちてくるわけですね、簡単に言うと。でもね、スタートとゴールの距離が短ければ短いほど、簡単に言うと上で打てるんですよ。このパターンだったらこうなんですね。でもこのパターンだった場合、シャトルがここに来ちゃうんですね。だからネットにかかりやすくなっちゃうんですよ。だからみんな強い球を打とうと思って、ぐるってこの距離が長くなればなるほど意味なくなっちゃうんだよね。このまま叩いてほしい。じゃあそれじゃ強い球打てないじゃないですか。いいんですよ、いいんです。強い球打たなくて別に。上半身の力を使ってスマッシュとか打ってる時点でもう僕からすると間違ってるんで、下半身の力をどう上半身に伝えるかなんで、これね、多分表にすんのは初めてかもしれない。でなかなか俺なりに考えたけど、まあそこそこうまく描けたかなと思います。ハーフ球の処理が下手なことかね。これトップの選手も言えることです。これを大げさな話だよ、ここで打つか、ここで打つか、ここで打つか、さほど変わりないように見えるでしょ。これ全然違うからね。ショットにキレがある人っていうのは必ずこういうところで打つ意識があります。じゃあそれをするためにはどうしないといけないの。自分がシャトルに向かっていく、なおかつこの無駄な部分を減らさないといけないです。ここの部分がかなり重要。たぶんよく言ってたよね、リーチョンへのスマッシュとかで最高到達地点、ここでリバースカット、ここでリバースカット、全然世界違うんですよ。なんでかっていうと、この時点で多分ワンテンポ半ぐらい、この構えてからの体感スピードというかね、全然違うんで、これがねやっぱ難しいね。みんなできない。これはねもうね、実業団の選手も一緒です。もう癖って治んないし、そこを指摘されてこない時点で治んないんで、うん、だから僕も結構癖ありますよ。多分結構こういう風にいくタイプ、こうじゃなくてね。でも俺この意識あるんですよ。だからないです、どっちかだね。でも必然的にだけど、ここで打とうと思ったら多分ここの無駄な動きもだいぶなくなると思うんですよ。ちょっとでも上、ちょっとでも上。これはねちょっとね、いい話しすぎちゃったかな。スタートゴール、スタートゴール、スタートゴール、最高到達地点、オーバーヘッドストロークはもう全てこれです。この3つ、特にこのゴール考えなくていいです。このスタート考えです。どっから自分がラケットスタートしてるから、大体みんな下なんでね。だから変な話だけど、あ、上がってくると思って、その相手が打つ前にラケットがパッて上がる人と、相手が打ってきてもラケットが下がってる人、これでも全然距離違うわけよ。わかる？ラケットが下がってたらこうなるんで、ラケットが上がってたらこっからスタートできる。これ全然違うよ。これが世界なんですよ。これが世界なんです。フットワークの時、足の裏のどこに体重が乗りますか？足の裏のどこに豆ができてましたか？できんのはもうこの親指のここじゃない？できるならね、あとかかとだよ。これが指とかにできてる人ダメよ、多分俺の予想。指に豆とかできてる人は、あ、でも親指の左横はできてるかな。ちょっとやっぱりさ、こう支えるところがさ、こう1、2、3ってあるじゃん。で大体こう指でやるんで、この3つは重要じゃない、足で言うとね。うん、
そんなイメージあるけどね、難しいよ質問が。タオさんがバドミントンを他の何かに例えたらどう表現しますか。私は知ってるコーチは子供の時の、え、どういうこと。その場その場によって違うじゃん。年齢にも違うよね。もう勝ちたい選手、本当に結果を出したい選手で、ある程度こうね、物心もついて高校生とか大人とかってなってきたら、もうコートの中には夢がいっぱい詰まってる、コートの外にはもうなんて言ったら、そのゴミなわけですよね、簡単に言うと。意味ないんで、はい、だからコートの中には変な話だけど、もうお金が落ちてるじゃないけど、でミスするイコールお金をドブに捨ててるので一緒なんで、